では続いて新型コロナウイルスの最新情報です今日は北海道2ヶ月ぶりに1000人を下回りました885人の新規感染者が発表となっています一方で4人の方が亡くなっています札幌市内は500人を下回りまして447人ですまた同では新たに BA2 の感染者が5人確認されたと発表しています そしてこの時間までに新たなクラスターは4件、ですね引き続き一定程度のクラスターは確認されています。 ただ、全体の傾向は減少が見られていまして今日は885人ですから先週の火曜日に比べますとおよそ300人減ったということですねグラフでもご覧いただきましょう2ヶ月ぶりに1000人を下回りましたまあちょっと長かったですよね、まん延防止期間もようやく昨日で終わりという形になりましたけれどもまあこのあと順調に減らしていくそしてリバウンドを抑えるための感染対策というのは必要になってきます。